はい、どうも、かつちゃんでーす。今朝は尾道市倫理法人会に来てます。で、そうなんですよ。で、今回、じゃあなんで今動画撮ってるかっていうと、じゃじゃーん、何これ、なるんですけど、これは後のお楽しみで。よいしょよいしょよいしょ。それでは、冷えますね、今日は。昨日より7度低いんだと。7度も、うん、寒波が来とるんだって。昨日は低いやつが来とるやつとぶつかって、昨日ちょっと雲が張ったんよ。はい、で寒波が強くなってから、もう南に下ってきとるせいで寒いんだって。はあ、これが一番の冷え込みらしいよ、あの今月の。ほう、靴脱がなくちゃいけないんですよ。もうスリッパなんですよ。ということは、片巻にとってはスリッパを履いて移動するの難儀だということ。マイスリッパ持ってまいりました。津波か工場と違うんですよね。で、会場は3階です。いいビルになります。いいビルになります。まあ、という感じで、その靴を脱がないといけない、スリッパを履かないといけないっていう場所になると、僕はまあこんな感じで覆う形の履くおかしいな、ちゃんとかかとまであるやつを持参してるようにしてますね。まあ特に福山って移動が車なんで、まあ、車の中に積みっぱなしっていうのもありますね。はい、で、これ薄いんで革の中にも簡単に入れられます。以前にもこれ言いましたが、これ厚手のスリッパもあります。厚手のスリッパだと、あったかーいまあこれはでも冬用ですね。
まあこれからの時期はこの薄いタイプで、よいしょ、いい感じですです。いやー、これが今回加藤が使ってる肩巻きのためのセットでございます。いやー、今日でも寒いなさ。よしよし、片付けも終わった、帰ろ。よし、では、バイバイ。